この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おお、女三人温泉旅ですか。あ、英雄ですな。温泉の後は京懐石、幸せですな。今日のお宿は、ご機嫌いかがですか。大林浩司です。中村沙織です。さあ、先月に引き続き、はい、今月一発目のですね、はい、街歩きは中村沙織プロデュースということで、はい、沙織ちゃんの縄張り嵐で来ました、はい、縄張りって、はいはい、ここはね、豊岡市なんですけれども、コウノトリの里公園というところに今日はやってきました。コウノトリで有名なとこなんだ。はい、知ってますか。このコウノトリ、コウノトリは知ってるけど、はい、ここで有名なのは僕ちょっとごめんなさい、知らなかった。あ、そうなんですね。国の天然記念物だということはご存知ですか。それぐらいの鳥っていうことは知ってましたけど、はい、そしてあの兵庫県の県庁でもあるんですね、コウノトリは。そうなんだ。そうなんですよ。はい、じゃあ兵庫の看板じゃないですか。看板ですよ、はい、すごい、ちょっといろいろ知りたいです、はい、そして後ろにはですね、コウノトリ文化館というところがありますので、うんうん、ちょっと中の方にも入ってね、はい、お話を聞いてみたいと思います。わかりました、はい、行ってみましょう。行ってみましょう、はい。コウノトリを飼っている、うん、飼っているとか飼育をね、うん、されているケージの中に来てるんですけれども、そうなんだ、はい、ちょっともっと詳しく教えてください、ね、はい、うん、はい、今日は助っ人が来てる。何やそれ。え、助っ人が、もしかしてこの方。はい、そうです、コウノトリのね、館長さん。館長さん、コウノトリの館長さんじゃない。コウノトリの館長さん。コウノトリの館長さん。館長さんですが、館長さんに聞いた方がいいわ。そうなんです、はい、うん、詳しくお聞きしたいと思います。館長さん、ここはどういったとこなんでしょう。はい、ここはね、あの、はい、公開ケージって、まあ、通称言っておりますけども、はい、ここ の、 あの施設の大きな目的は、はい、特別天然記念物の、はい、コウノトリっていう大型鳥類を、はい、大切に飼育をするっていうのが大きな、はい、この施設の目的なんです、うん、で、100羽ぐらいのコウノトリを飼っていますけども、ほとんどのコウノトリは非公開の、はい、皆さんに見てもらえないエリアに大事にして飼育をしてるんです、はい、ただここに来られた方がですね、公園に来られた方がコウノトリっていう鳥がどんな鳥かっていうのをいつでもすぐに分かってもらえるように、はいはい、今7羽かな、7羽か8羽、はい、まあ7羽ですかね、はい、のコウノトリをここに連れてきて、はい、公開飼育っていう形で皆さんに見てもらうようにしているんです。そうなんですね。ですからこのコウノトリの里、声来られた、はいはい、いつでもコウノトリを目の前で、目の前で、はい、目の前でね、はい、観察がしていただけるということになっています。あ、そうなんですね。今もちょっとあの結構近いところで見れるね。近いところにね、いますけれども、ここがオープンしたのは1999年なんですけども、はい、今から21年ほど前なんですけども、はいはい、その時はまだ野外にはコウノトリいなかったんですね。でここで飼育しているっていう最大の目的は、はい、実はその子飼育しているコウノトリを野外に放して野生化をさせるっていうのが一番大きな目的だったんです。繁殖させて外へ出してあげるということなんですね。まあ、繁殖させてっていうか、そうですね、ある程度 の、 あのコウノトリの飼育数になった時に、まあそれを100羽っていうラインを決めてたんですけど、100羽、飼育数が100羽を超えたら順番に外に出してあげて野生化を促進していくっていうことで、ここは1999年にオープンしましたけども、はい、2005年、それから6年後の2005年の9月に最初の5羽がここから放鳥されたんです。これ大型のこれだけ大きい鳥はなかなか日本では見られないんで、北海道に行けば単鳥っていうのがいますけども、単鳥は日本で一番大きいんです、はい、その次ぐらいに大きい鳥がコウノトリで、はい、羽を広げたら2メートルぐらい、ね、ね、ありますよね。大きな綺麗な鳥なんで、はい、まあ、どこに飛んで行ってもですね、はい、人々の注目を浴びる鳥の一つですね、はいはい、この辺一帯はあのそのコウノトリの共存共生ということで、うん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 、田んぼ来る時に見ましたよね。あの辺もね、あの無農薬だとか減農薬だとかというふうにしてね、うん、あの田んぼにコウノトリがやってきて、うん、餌を食べても大丈夫なようにみんなで協力しながら、はい、生活もしてるんですよ。そういうのが聞きたかったんですよ、はいはい、調べたんですよ。だいぶ落ち着いてきたね、はい、だいぶ落ち着いてきました。ここすごいや、ここここここね、うん、ここあの何か分かりますか。あのさっき映ってたストーの上、そうですそうです、同じですよ、これ同じ大きさなんですよ。いやー高いなーって、違う違う、
違いますよ。これ体験ができるとか、はい、そういうとこですね、はい、こんな風になってんのよ。そうですね、すごいですね、はい、いやでもここ自然がね豊かで、豊かでいいとこでしょ、うん、ね、空気も美味しいしね、うん、まあ、館長さんもね優しくて、ね、優しくてね助けていただきました。わかりやすく説明してくれた、はい、説明していただきました、うん、ありがとうございました。来月もなんか、とこ連れてってくれるでしょ、はいはい、来月は城崎に行きたいと思います、うん、楽しみにしてます、はい、皆さんお楽しみに、はい、はい、それではさよなら。さよなら。おぎゃおぎゃおぎゃ違いますよ。歌舞伎門から玄関へ続く匠の技を随所に取り入れたアプローチ、時空を超えた雅の世界が広がります。京楽の中心地に今よみがえる楽中遊園花伝。藤和子さんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。もう藤さんもね、はい、オリジナル曲たくさんなりましたが、はい、今日は何を歌ってくださるんですか。はい、今日はね、あの人生の道、うん、ちょうど私たち夫婦のねちょっと歩みを自分で変えてみました、はいはい、自分で作詞をした。そうなんです。あ、そっか、はい、夫婦の歌だ。でもないんですけど、まあ、今まで歩んできた道をね。なるほど、はい、人生の歌だね。そうです、はい、応援歌みたいな、ね、応援歌ですね、はいはい、それでは歌っていただきましょう。曲紹介をもう一回。人生の道です。どうぞ。生きて今がある、父母兄弟守られて、緑の山川ふるさと恋し、耐えて耐えて雨風越えて、やってダメならまた立ち上がり、だるまのようにくじけず負けず生きてきた。今日も元気で今がある、恋もしましたときめいて、出会いの偶然人生の道、好きな人に心捧げて、青春でした、それも思い出、遠く輝き、あの頃今も優しく残る。明日への道、いたわり合い、あなたと二人歩く道、迷わず一筋手を取り合って、ほんの小さな幸せな日々、心ひとつに今の幸せ、あなたに感謝、残りの人生いつも笑顔で。第7回紅白歌の共演、歌います、見せます、楽しめます、豪華メンバーの歌合戦、12月6日日曜日 KBS ホールにて開催。
ただいま入場券発売中。お申し込みお問い合わせはニュースメーション075-351-5440 075-351-5440 まで。今年は白が勝つぞ。あら、何言うてはりますの。怖っ。35億分の1の愛にまっしぐら。一条理香さん、そして谷英一さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。お久しぶりですね。お久しぶりです。どうもありがとうございます。お待ちしておりました。いや嬉しいわ、とってもありがとうございます。手に CD 持ってますが。そうなんです。これもうとっても何年ぐらいになりますかね。4年ぐらい前ですかね。一番最初に出した CD なんです。そうですか。思い出ホタル今日歌ってくれるのはカップリング曲なんだ。そうなんです。僕めちゃくちゃ好きやねん、この。ありがとうございます。カップリングですか。もうそれ大きな声で言うと思ったらものすごく折れるかもしれませんので、言ってください言ってください。思い出もう家にいっぱい残ってるんですよYouTube とかも乗っかってるのよね。はい、乗っかってるんです。はい、一番言いたかったのはカラオケに、ジョイサウンドのカラオケに入っているんです。はい、ぜひ歌ってください。はい、それでは今日は、お二人で、はい、思い出ホタル歌っていただきたいと思います。お願いします。どうぞ。砂がこぼれる指の隙間から何かが終わる。心の幕切れ、なぜわからないの。理由を探してみてもただ戸惑いの唇噛みしめる。長く伸びた影信じて踏んでた。気づけば夜が全てを隠した。何かが消えて辺りは闇の中。始まる雲が走る。もし聞こえたら気持ちを音にして。まだ間に合うの、愛を祈りして。遠く消える道信じて歩いたら、気づけば時が全てをなくした。何かが消えて辺りは闇の中。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。